痩せたい人におすすめなプランクワンハンドプッシュアップというのを紹介していきます。これのいいところがですね、プランクよりもお腹にしっかり効かすことができます。そして胸、二の腕をしっかり鍛えることができます。さらにですね、負荷を調節することができるので、初級の方から上級の方までいろんな方が行えれるエクササイズになります。今回もバッチリ紹介と実践やっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、上半身しっかり鍛えることができるプランクワンハンドプッシュアップというのを紹介していくんですけども、今回はたったの10回で OK です。男性も女性も上級の方も初級の方も自分で負荷を調節することができますから、どなたでも行うことができます。やり方を紹介しますので、一緒に10回最後に実践していきましょう。では紹介します。通常プランクというのは肘をついて腰を丸めて体をまっすぐ保って腹筋を効かせるエクササイズなんですけども、ここにプッシュアップ、腕立て伏せのことです。そこにプッシュアップというのを組み合わせるんですけども、実際プッシュアップも肩からかかとまでまっすぐ保ってますから、じゃあプランクじゃなくてプッシュアップでいいんじゃないのっていうところなんですけども、違います。これをワンハンドにすることで腹筋により効かせて胸と腕を鍛えることができます。やってみます。こういう感じです。片方肘をつけずにプッシュアップの姿勢です。この状態でできる方は肘を浮かせてプッシュアップ、肘を浮かせてプッシュアップ、そうすることで胸と腕をしっかり鍛えることができます。これを左右やりますから、その度に肘をついてる方に腹筋の負荷が加わりますから、腹筋が鍛えられて上がるときに胸、腕が鍛えられます。で、中級、初級の方はこのまま姿勢からちょっと肘の方に体重を乗せながら上がる。そうすることで胸と腕に効きにくいけどお腹に効かすことができます。こうやってる状態で胸と腕に効いてます。そして上がるときに肘の方に体重を乗せますから、片手でプランクをしてるような姿勢になるので肘側のお腹を効かすことができます。今のを自分の胸、腕、お腹、この3つにうまく効かせられるような負荷、できるような負荷で10回行ってください。基本的には肘と手半々ぐらいがちょうどいいです。あんまり肘の方に行きすぎると胸と腕の負荷が本当になくなっちゃうので、できるだけ肘と手半分ずつぐらいで体を持ち上げるっていう感じで、右左左右で1回合わせて10回やっていきましょう。それでは10回頑張っていきましょう。ここからスタートです。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いやー、お疲れ様でした。どうでしたか？プランクワンハンドプッシュアップ、結構胸と腕に効くのでお腹に効いてる感覚が少ないかもしれませんけども、しっかり腹筋に交互に効いてますのでご安心ください。これが10回しましたけども、ちょっと楽だよって方はですね、まあ、20回やるとか1分間っていう時間を決めてやるとか、そういったこともおすすめです。これでしっかり上半身を鍛えることができてます。お腹よりももっと胸や腕に効かせたい、そういった方は肘を一瞬持ち上げて片手でプッシュアップをしていくっていう風にやってください。
もちろん片手でできる人は足を開いてバランス取って、このようにね、今みたいに片手でやればいいんですけども、ですが結構体がねじれてバランスがいるので、できれば体がまっすぐのままプッシュアップをする方がちゃんと胸に効かせられますんで、今みたいにプランクしながら浮かせてプッシュ、プランクしながら浮かせてプッシュといった感じが、足も広くせずにバランス取れながらプッシュアップできます。今みたいにお腹、上半身に効かしたいよって方は、引き締めたいよって方はぜひとも行ってください。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。なかなか効果的なエクササイズだよって方はね、ぜひよかったらシェアの方もしておいてください。そして各種 SNS もやっております。説明欄にインスタや TikTok のリンク貼ってますんで、そちらの方ではねまた違った配信をしてますんで、よかったら裏のタートルの顔も見てください。ご視聴ありがとうございました。